はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。で、前回はちょっと2019年なんで、年越しちゃったし、なんなら多分1週間ぐらいやってないから、この逆転裁判に関しては。まあ、もう一個のゲームやってないんだけど、ドラクエも。ただ、もう、何も覚えてないわ。もう復習とかできねえわ。もうとりあえずやってるうちに燃やしていこうか。さあ、壺完成させたのと、まあいろいろ証拠増えたのかな？やっていこうか。お、もうこんな時間っすか。あれ？何か用事でもあるんすか？そろそろ御剣剣士の査問会が終わるっす。自分、今日の捜査の報告書を渡してくるっす。報告書か、それ。なんかめちゃくちゃ めちゃくちゃホモホモしいやついるけど。何かの助けになるかも。報告書ってそのチラシですか？しかも裏に異常な支出しか書いてありませんけど。剣剣士ならこんな報告書すら役に立ててくれるはずっす。自分信じてるっす。暑苦しい信頼を寄せられる立場も気の毒なもんだな。じゃあ、ひとっ走り行ってくるっす。いってらっしゃい。あのチラシは別にミスじゃなかったんだな。あのチラシを出したのは、あ、これは違うっす、じゃなくて、普通にあれで行く気だったんだな。ミスリギ、僕も話を聞いておいた方がいいかな。もうよろしいのかな？ってなると、もうちょっと音量が どこまで行けばいいんだろう？一応、ミスリギに会いに行けばいいのかな？ってなると、ここまで行って、これかな？お、懐かしい。おや、これは失礼いたしました。お前の声忘れたな、もう。あ、あなたは、どこかでお会いしましたか？え、それでは失礼いたします、ミツルギ様。ミツルギいるのか？あ、窓辺で佇んでますよ。ティーカップを片手に。窓辺って言うほどあるか。君か。こいつ、ホテルから紅茶を持ってこさせてるのか。だる。剣剣士さん、地方検事局の査問会から。その通り。そういえば、井戸の刑事が探してたぞ。ああ、そういえば、情報を持ってきてくれたようだ。え、役に立つんですか、それ。この近くにうまいフランス料理のレストランがオープンするようだ。その顔出すな、お前。ちょっと元気あるじゃん。その顔が出るってことはある程度元気があるな。刑事の精一杯の慰めなのだろう。ちょっと元気あるな。やっぱその顔が出るってことは元気あるもん。ちょっと微笑んでるしさ。剣、一応裏だぞ、そっち側は。剣剣士さん、魂が抜けちゃったみたいですね。魂抜けてたらあの顔できねえから。それでどうだったんだ、査問会ってやつは。どうやら彼らは認めることにしたようだ。今回の一件は証拠品の何だあれ ではない、捜査上の連絡ミスだと。あ、隠匿ね。やっぱそうか、匿名の匿だもんな。隠匿。この私が証拠品を隠した彼らはそう信じていたようだ。最後に警告されたよ。あ、その顔やんなよ。今回も命拾いしたようだな。今回も？そのセリフを聞くのはもう何度目になるだろうか。2年前のあの事件からな。明日の法廷は大丈夫なのか？とりあえず担当刑事を続けることになった。しかし何かあったみたいだな。捜査の指揮権を警察局側に移された。どういうことですか？この事件は今後ガント局長の指揮下で捜査が進められる。私はその結果を待つこと以外何もできないのだ。そうなのか。なぜだ。
私は信じる道を歩んできた。恥じることなどない。それなのに。かなり参ってるみたいだな。長らく突きつけるやつもう全然知らないんだよ。もう時が遠すぎてさ。あ、でもこれいいんじゃない？これこれ確かあれだよな、ミスリギルもんな。いや、これで進むかな。あ、そうだ、これだけは確かめないと。だから私は、はあ、それは ID カードの使用記録か。お前あの日証拠保管室に入ってるみたいだな。しかもあの事件が起きる少し前にだ。ああ、確かにな。どうしてですか、ミツルギケンジさん。そんな目で見つめないでいただきたい。ただ、頼まれただけだ。ガント局長に。局長さん？半年前に解決した事件の証拠品だ。検事局のオフィスで保管しておいてほしいと言われた。でももう解決したんだろう、保管庫にあったってことは。ガント局長は自分の考えを説明したがらないからな。とにかく事件の日私はこれを持ってここへ戻ってきた。ちなみにどんな事件なんですかそれ。それは言えない。さすがに今回の事件とは関係ないからね。マジで急にこの顔出すようになったよな。ね、初登場の時はさ、もうめちゃくちゃレアな顔だったのにさ、もう後半から安売りが甚だしいわ。座れると気になる。一応記録しておこう。うん、ドライバー。相変わらず頑固な男だ。関係ないと言ってるのに。なんかあるかな。増えてないもんな。もうちょっといけるのかな、じゃあ。でも、もうさ、前すぎて覚えてないんだよな。これじゃないよな。全部やってみるか、もはや。本当にそんなもんだっけ。あ、これダメか。なんか分かりやすいないしさ、そもそも、なんていうの、期間空けちゃったせいでさ、もう覚えてないんだよ。ごめんな、ミツルギ。全部、もう総当たりでいくわ。ごめんな、ミツルギ。ペナルティないしさ。これ、意味ないよな。ミツルギ、ごめんな。なんか一応、なんかないかなってことでさ。ないな。これ、ここまでの証拠、ここからの証拠は多分新しいやつだから、まあ意味ないか。じゃあ移動すっか。なんかあっかな。あ、いないじゃん。もう変わってないな、特に。なんかあるかな。なんかないの逆に。ちょっと待ってよ。またカット？これは貢ぎでなんか見せると進むんだろうけどな、おそらく。そんな気がするんだよな。たぶん貢ぎなんか見せないと、大体なんかこうさ、なんか、まあまあ、これで話は終わろうかみたいな、終わろうかみたいな感じでさ、終わんじゃん。過去の経験からさ。ってことは貢ぎが、あ、てか調べられるじゃん、T セット。T セット調べようか。なかったよな。キャー可愛い。的な T セットですよ。僕、T バッカーだから。すごい。下の棚に茶葉と缶がぎっしり詰まってます。産地別にきちんと並んでますよ。フレーバリーも種類ごとに。お、このロイヤル、見事なまでに暴力的なブレンディングです。趣味って何でも奥が深いものなんだな。なんかねえかな。これ違うな。もう見たもんな。じゃあ、みつるぎさんなんか突きつけないといけないじゃん。お前なんかないの逆に。見せたよな、全部大体。そもそも、これ見せたもんね。
うーん、これは見たもんな。ガント局長、あれかな、この証拠品調べるのかな、忘れてたな、そういえば。これを調べるのか、一応。AI16 号、そう書かれているみたいだ。それで何なんですか、このドライバー。それはその、関係ないんじゃないかな。ミツルギもそう言ってたし。でも関係ないって言われるほど気になりますよね。きっととんでもなく重要な意味があるんですよ、これ。これ以上変な事件を抱え込みたくないな。あ、でもこの AI16 をもとに、あれかな、もう一回保管庫行けばいいのかな。そんな気もしてきたな、なんか。ね、保管庫になんかさ、そもそもこれがあったのが保管庫だからさ、結構いいんじゃないの？保管庫にさ、だってこいつが入ってたところがあるわけだから、それを見つけんのか？ AI16 号どこ AI16 号 ?AI どこ AI？ あ、調べてないぞ。違うな。違うな。どこ AI？ あ、見せて、あのマップ。マップ見せて、マップ。AI どこ AI？ そこわかんなかったら意味ないよな。そこわかんないと意味ないんだよ。AI は AI。あ！違うな。これが入ってた場所とかさ、わかんねえの。どうしよっかな。一体飛ばすか。なんもないもんな。これ見たしな。あ、めちゃくちゃ、あれだな、拡大した。この部分、かすかに赤黒いシミがありますけど、やっぱり、血、みたいだね。大好きさんが刺された時についたんでしょうか。どうも、そうじゃないみたいだね。随分古いものに見えるよ。ほとんど消えかかってるし。この壺は SL9 号事件という事件の証拠品だった。血はその時についたのかもしれないな。それだけか。え？え？飛ばすか？じゃあ。ああ、なんか進んじゃった。めちゃくちゃ無言で、あ、まあどうせ、あれかなっつって、もう記憶がさ、なかったからさ、その、まあどうせ、2019年の時に、なんか、やってるんだろうなって、話覚えてないしなっつってさ、適当に飛ばしてたらこれだったみたいだわ。もう一回やるわ。これなんだけど、君のことだ、すでに情報は掴んでいるのだろう。SL95 事件、お前が関わった事件なんだよな。この事件のせいで黒い疑惑に包まれたとか。君は私の最悪の記憶を蘇らせた男だ。いつか話すことになるだろうとは思っていた。あのエレベーターの事件か。じゃあ、ミツルギ聞かせてくれ。本当のところ。って言ったら、ってイベント進めたら、これが出てきたから、行こうか。SL9 号事件。凶悪な連続殺人事件だった。捜査責任者は当時、警察局副長だった男。ガンと、カイジこれ。マスカ。あのさ、2年前は捜査に関わっていたのか。最も優秀な捜査官との初仕事。私も多少舞い上がっていた。鶴木健二さんでもそんなことがあるんですね。それより局長が捜査官の方が意外だな。確かにいつもより多少は強引な手を使った。相手は危険な殺人犯だ。野放しにするなど私が許さない。
その結果有罪判決が下って犯人は処刑された。まさかお前バカな、証拠に手など加えていない。確かに私は判決のためならばあらゆる手段を使う。しかし私自身のルールは存在するのだ。ところで茜さん、急に名指し来たな。びっくりしたね今。接見時から伺ったのだが。はい、お姉ちゃんですか。今も目指しているのだろうか、その科学捜査官。はい、もちろんです。今日だってなるほどさんとこれを使って。ルミノール試薬か。それならば。もうだからさ、やめろよ。そのもう安お前のもう、そちょっと違うんだよ。やっぱ面白さが違うんだよ。やっぱその小出しにすんのとさ、そのガンガン出しちゃうのとやっぱ違うんだよ。これも使ってみるといい。指紋を取るためのアルミ粉ですか。吸着を良くするために化学処理が施されている。これ進んだな。これ使ってどっか行くんだろうな。いいんですか、私たち敵ですけど。今日の私に捜査の指揮権はない。好きにさせてもらうさ。ミツリゲ、礼は無用だ。関係者の指紋データと一緒に持っていきたまえ。いや、なんていうか、糸の子刑事にも貸してやれよ。え、指紋データもらっていいの。じゃあ最後にもう一度調べてみましょうよ。そうだね。確かどこかで気になる手の跡を見たよな。え、手の跡だったらもうあそこしかないよね。血のやつしかね。かわいい、なんか綿飴みたい。何これ、こんなでけえの。そのポン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 、そんなでけえの。まあ、行こうか。ま、あここにもあったっけ。ここ血の跡しかないか。ここでもあったんじゃないの、手の跡なんか。あ、でもまあ誰が触ったかでも分かってんのか、ここは。そっかそっか、だったらあんまり見ないか。やっても大体ね、そら。あ、ここにもあんじゃん。おいおい、なんだ、何くんだっけお前。太陽くんか。太陽くん、太陽くん、初太陽くんだ。年明け2020、初太陽くん。太陽くん、君を触ったの誰なんだ一体。僕が調べてあげるよ。あ、太陽くんじゃないんだ。太陽くんの手の跡気になるでしょこれ。ダントツじゃんこれ。気になんの、気になんねえ保管庫なんか別に。さっきの調査で気になる手の跡があった。この刑事さんの保管庫に付着した血痕ですね。あいつから借りた新兵器試してみよう。さあ始めましょう。まず指を選んでください。指？5本それぞれ指紋の付き方は違うはずですからね。指紋がきれいに残っていそうな指を選びましょうよ。親指かな。じゃあ違いがわからないよ。グズグズ文句言わないで、さっさと1本選ぶ選ぶ。あ、一番はっきりしてるのは親指じゃないこれ。こっちもね、こっちも悪くないんだけど、ちょっとかすれちゃってるからね。真ん中から下側がこれでしょ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。よし、じゃあいよいよ指紋の検出に移りますよ。ちょっと私がやってみてた、見せてあげますね。なんか生き生きしてきたぞ、あかねちゃん。まずアルミの粉をよく振りかけます。え、どうやって。丸ボタンで、ほら。お、それっぽいね。なんかアルミ粉は指紋に完全に付着するんです。いい具合にアルミ粉をトントンって振りかけたら、余分な粉を吹き飛ばしちゃってください。え？どうやって？一回かえっていうのが可愛いな。なるほど。ふーって、ほらね。おお、楽しそうだね。なんか抵抗があるけど。テンション高なるほど、お前も。大丈夫、鼻に入ったりしませんから。程よく粉を振りかける。
余計な粉を吹き飛ばす。なるほどね。やってみるしかないな、こればっかりは。え？ここに巻いていいの？え？お！ん？あれか、もうこれ指取ってんのか。何もそこの説明なかったからさ、てっきりなんか枠決まってんだ。指の枠あるもんな、ここに。お、来た。やりました。検出できたみたいですね。検出してるか。でもこれどう見ても指紋じゃないよ。手袋つけてたってことかな。確かにそうですね。どういうことかな。どうやらハズレだったということじゃないでしょうか。ハズレ？この手の跡の主は手袋をしていたってことですね。こうやってバレるんだ、指紋って。ここまでやらせといてそりゃないだろう。まあまあ、こんなもんですよ、科学捜査なんて。でもそうですね、せっかくだから他の指紋を探してみましょうか。他の？保管庫の扉をもう一度よく見ると、まあまああるね。血の跡以外の、ああ、あります、あります、左下。一番はっきり残ってる指紋。血の跡以外の指の跡ね。え、これですか。あ、これっぽいよね。うおー、どんだけ濃くしてもいい臭いし、一気に行っちゃおうぜ。おお、めちゃくちゃ綺麗に出たな。一発目で。あ、まだ濃さ足んない。オッケー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 。もう良くないっすこれ。もうこれもう出てない、これもうダメ、これまだ。きた。きゃー、うっとりするほどに見事な指紋ですね。うっとり。それじゃあ、せっかく検出した指紋ですから、早速照合してみましょう。まだあるんだ、いろいろ大変だな。まあ、せっかく指紋を検出しても持ち主が分からなくちゃ意味がないですからね。そりゃそうか。結構やっぱさ、この最後の章に、最後か分かんないけど、最後の章になってからあれだよね、急になんか新しい技術増えたよな。え、そんなの分かるわけないじゃないか。そんなことないと思いますよ。血の跡と合わない以上、この指紋は事件と無関係です。絶対事件と無関係ならあいつしかいないだろう。糸の子しか、糸の子しかいないだろう、こんなもん。ほら、うわあ、そうやって証拠すんの、パーツで。ああ、ドイツ認める、ドイツと認める、やっぱり。まあまあ、練習といえばね、糸の子刑事さんのものだったんですね。どうしました？なるほど、おさん。だからなんだよ、みたいな顔して。まあ、だからなんだよって思ってるからね、実際。まあ、今回は空振りでしたけど、次があるじゃないですか。絶対これさ、これ絶対逮捕くんでしょ、じゃあ。次やるの。絶対逮捕くんじゃない？なるほど、さんの友達でしょ、空振りと土砂振りは。気にしない、気にしない。なんか、角の立つ慰め方だな。でも、確かにこの部屋にはもう一つ、手の跡があった。調べてみよう。あったっけ？あったっけ？え？あったっけ？この左、あれだっけ、シャツのとこだっけ、なんかシャツのとこあったような気がしなくもないんだよな。なんかデータ。多分ここだよな。だって血がついてる場所、ここだから。え、でもこれ。そうだね。確かここにルミノール反応があったよね。あ、そうだ。手の跡がありました。じゃあこれ使ってみますか。目つきが変わってる。危険だな。
おさ、これ逆にこれ密力じゃないの？ねえ、開けたんだったら。よし、指紋を検出してみよう。解かなくちゃ。あ、でも今回は一つ注意しなくちゃ。え？この血の跡を拭き取られていたわけですよね。ああ、薬の反応で見つけたわけだからね。つまりその部分の指紋も拭き取られているわけです。あ、そうか。じゃあ指紋はないってことじゃないか。その確率は科学的に考えて高いと言わざるを得ませんか。僕に聞くなよ。とにかく拭き取られていない指紋を探しましょう。手の跡以外に残された指紋か。手の跡以外に残された指紋？あ、でも指の位置的にこれかな。あれ？光らない。光らないぞ。どこどこどこにあんのこれ。え？どこよ。え？俺見えてないマスクこれ。なんか色覚が弱いのか俺は。あ、あった。これ見えるこれ。おお。全部やってる全部。全面埋めてある全面。こうしたらもうここだけもうね、こんだけ覆えばもうあれだから。先にね、なんかあれみたいな、なんか天気予報の風の動きみたいな感じに見えてきたな。はい。あれだな、台風来た時のなんか天気予報みたいな感じになってるよな。来た。誰誰？え、ガントさんじゃない？え、向き違うだけでガントさんじゃない？あ、ザイモンさんだな。これザイモンだな。ガントさんも怪しいけどな、なんか。向きが違うだけで。同一と認める。この指紋だ、誰ですか？私の知ってる人ですか？そう、ザイモン京介。え、ザイモンさん。ザイモンの指紋これでかいぞ。そんな偶然です。事件とは関係ありません。あかねちゃん、これは糸の子刑事の指紋とは決定的に違うポイントがあるよ。ルミノール反応、血の跡と指紋の位置が一致している。ああ、拭き取られた血の跡、そこにザイモン京介の指紋が。まあ、ってことは少なくともザイモンさんが血を手につけた状態で触ったんだよな。ザイモンさんがどうして。どうやら長かった調査にもやっと答えが出たみたいだ。はっ、こういうのを決定的な証拠って言うんじゃないのかな。そんな、サイモンさんがどうして。あ、これは法廷じゃない。次、じゃあどうしようかな。これ抜けて日付並びに時間がバレるの嫌だから一旦スルーして、ちょっと見て終わるか。あ、ここでは、いや、でも、オプション出てないわ。あ、これでいいか。まあまあ、時間もいい感じだし、これで一旦切るか。じゃあ次回、法廷からやるか。じゃあ、あざした。